今日もなだと百姓天国、本日は4月の7ですね。はい、ということで今日はもう雨ですね。はい、今日ずっと朝から雨降っております。それでもまあそんなに、ね、寒くはないというか冷たい雨ではない感じですね、春のね。はい、ついつい1ヶ月前はねすっごくね雨が降ると冷たかったわけですけども、さあさあ予定通りですよね。いろいろね、ここ何日か前から植えて植えまくってね、きゅうりとかね植えましたけれどもね、予定通りですよね。あ、これもうちょっとポンポンカッター開けてあげなきゃいけないね。はいはい、これでねきゅうりくんたちはね、雨がこうやって少し当たってくれればね、はい、全然活着大丈夫ですので、こっちオクラね、こうやってねパーパーをかけとけばね、あの雨が入ってもね種が流されたりしませんのでね、パーパーベタかけがあのおすすめですよね。はい、あったかいと言いつつね、はいはい、オクラ、キュウリ、そしてあちら側の畑のね、キャベツやらね、最後の方のキャベツやら、わさび菜なんかもねこれで、大丈夫かと思いますね。この押し目入りは助かりますね。この押し目入りを利用してね、あのねこうやってキュウリの後半戦のところまでねマルチをもう張っておけば楽ですから、で、来週あたりからねナスの植え付け、来週再来週ぐらいからねナスの植え付けも始まっていきますね。ナス、ピーマンね、はい、こんな感じでね、あのこの間植えたキャベツね大丈夫だと思います。奥の方のねわさび菜も、じゃがいもがね大きくなってきてますよね。まあこれでね病気が出なければいいんですけど、こうやってほらねもう2回さくりましたけど、あのやっぱ草が少しずつ生えてくるんですよね。はいはい、まあでもいい感じ、今のところいい感じですかね。はい、さあさあ、ホレイコをね今業者見積もりしてるんですけど、はい、じゃがいもを掘るときにはホレイコがなきゃいけないわけですから、はいはいめぐみの雨ですね今日は。これでこの湿り気を利用してね一気にいろんなものをね、夏野菜をね作付けていきたいというふうに思います。はいはい、あれあそこあれだな、あれで穴開けちゃおうかな、よいしょキュウリにねキュウリに、はいはい、これねこれでね、本当はこれあの苗を植えたりするやつなんですけど、こうやってねだけどこれで尖ってる、ここがギザギザになってるところでね穴を開けてあげればいいので、苗のね上に来るようにね、はい、これで雨が入るでしょね。ね、どうですか、これで網が当たるようにね、これで網が入ってくれればいいのでねよいしょ、はいはい、これで湿ってくれるかなと思いますね。はいはい、よいしょ、さあさあ今日はね金曜日ですので収穫出荷ですがね、はい、あの配信の方がねようやく今日明日におそらく配信できると思います。今最終チェックが僕のところに来たので、これでねあの
配信が始まると思いますので、今回また結構ボリューム感がありますのでね、たくさん撮影いたしましたね。どんどんね充実したものになっていっておりますね。私のオーガニック自然栽培講座ですね、講座受けてくださっている方ありがとうございますね。この今回2回目の配信となりますけれどもね、どうぞよろしくお願いいたします。またボリュームいっぱいでね、全部でどれぐらいになりますかね、1時間半ぐらいになるのかな、はい、チャプターでいうと結構何十個とありますのでね、はい、ある程度こう季節にのっとってね、今回テーマ育苗が中心になるんですけどもね、育苗についてね、いろんなパターンの育苗について撮影しておりますね。よろしくお願いいたします。ありがとうございますね。結構ねやってみるとね、いろんなことが分かったりね、とってもね有意義というかね、今後のことも考えて、まあこういう講座やってみてね、いろんなことが見えてきてるんですよね。そして多分ね、これからの可能性というかね、はい、でまさに動画コンテンツの可能性というのはね、本当に無限にあるなと。まだまだ始まったばっかりですから。そしてその例えばね、僕がよく言ってるライブコマースとか、おそらく例えば企業のホームページとかね、まあ今こうやって例えばアマゾンさんだとかね、楽天とか商品がこう並んでいるようなものってあるじゃないですか。ああいうものがね、ほぼ全ておそらく動画に切り替わっていくんだろうと思うわけですね。だから動画で、なんていうかな、遠方の人に対してそれをこう詳細を見せるというのが画像ではなくて、それが全部おそらく動画に切り替わるんだと思うんですね。はい、そういうことの時代になっていくんだろうというふうに予想されます。それぐらいその動画で動画をボンとね、向こう側に送ってみたいなね。だからこれから 5G になったりね、いろんなその容量の問題ってあると思うんですけど、そういうねインフラというものが全部こう解決されていって、動画をポンポンとやり取りするようなことになるんだろうということで、でやっぱりね、そうなんだろうなと思うと、やっぱり最近僕のようなね、チャンネル1万人ぐらいのね、はっきり言って弱小弱小チャンネルでね、吹けば飛ぶようなチャンネルですけど、年数は長くやってますけどね、こういうところにね、やっぱり動画編集のどうですかみたいな問い合わせがね結構多いんですよね。なので、あ、もうそういう、まあこう言ってあれですけど、YouTube の中でのそういうこう僕らみたいにコンテンツを作る人のサポートというビジネスがもうとっくに始まっていて、はい、まあまあいいんですけど、だそれを見る、それが来るということは、そういうこうこのなんていうんですか、このマーケットの可能性というのを示唆しているんだろうなと思うんですよね。はい、で個人でもそうやってね、編集しますよっていう問い合わせも来たりしてるんですね。複数来ていて、あ、なるほどなって。まあ僕はこうやってね、人様に頼むような動画ではありませんのでね、ましてやその金銭をお支払いしてなんていうね、そんな大層なものじゃありませんのでね、こうやって自分で撮って自分で垂れ流してるだけですから大したものではないんですけど、でもそれでもね、なるほど、そういうものに需要があるんだなということはね、僕のところのようなね、こんなチャンネルに来るということは、いっぱいもうそういうことがね、ビジネスとして成立してるんだなっていうことでしょね。僕が10年前に YouTube 始めた時はそんなことは考えられなかったわけですよね。こうやってマーケットっていうのは成熟していくんだろうと思うんですけど、そういう意味ではね、この YouTube の次ですよね。次どういうことなんだっていうね、一つにはこのニコニコ動画では成し得なかった世界が YouTube のおかげによってね、こうやって切り開かれたっていう功績はとても大きいと思うんですけど、この次ですよね、どんな風にこれが進化していって大きくなっていくのかっていうね。だからメディアね、テレビや新聞っていうのは、特にね、新聞はもう完全に終わりつつあるコンテンツなわけですけども、でもジャーナリズムっていうのは残らなきゃいけないわけでしょ。その中で新聞っていうものがなくなっていくだけで、ジャーナリズムの形は残るわけじゃないですか。そういう意味ではジャーナリズムっていうものがどういうふうに
動画を中心として残っていくだろうと思えば、そっちの方でも僕は多分いろいろ可能性はあるだろうっていうね。新聞という役割が終わっただけでジャーナリズムが終わったわけじゃないじゃないですかね。そういう意味ではまだその辺はね、誰ももしかしたらそのね見えてない可能性がいっぱいあるだろうと思うわけですよね。もうこれも終わりだなね。そういう意味ではこの YouTube は全然まだそういう意味では終わったわけではなくて、動画コンテンツはこれからなんですよ多分ね。まあ YouTube はだからある程度一定のところに落ち着くんだと思うんですけど、はい、デロンデロンださあそんなわけでございましてね、まだ特にね私のいるこの農業界においてね、動画コンテンツの可能性なんてことをね言ってる人は本当にまだ少ないわけですけど、でももう始まっているわけですよそのあれがね。だからそういう意味ではまあ私はその前側にいる一人だと思うんですけど、まだまだね特に農産物を売るってなった時には絶対にね他の人に取られたくないんですよね。ライブコマースの会社ってね、某大陸系の人たちが今いっぱい東京で立ち上げてみたいなんですけど、電化製品や化粧品と同じような扱いで私たちの農産物が売られていくこの現実、人に渡してはならないんですよ、はい、だから農家による農家のためのそういう販売のツールね、やり方を私たち農家自身が構築しない限りいいようにやられてしまうんですよ今までのようにね。だから今それを抑えていかないと、だからこれは本当に大きなビジネスチャンスだと僕は思ってます。はい。ということで今日は雨の中、ね、収穫でございます。それではまた。